社長の貯金全額下ろしたらどうするのかモニタリング。ねえ、はい、ちょっとなんか買ってきて、つまんごみ。わかりました、コンビニでいいですか。行きます。社長すいません、買ってきました。ありがとう。すいません、あと社長に渡したいものがあって。これなんですか。おいどうぞ。お前、本体金どっ、お前、まさかお前、いやいや、おい、待てよ、お前、はい、やってねー。え、すごいわ、全部下ろして、当然のやったからゼロっていうのは初めて。えー、どうやって下ろすの。あれ、しょうがない、ちょっと単純だから、つい誕生日かなと思って。おい、4桁押した。おい、やってることマジで犯罪だよ、これ。やばくね、どうすんの。いやでも聞いてください、今貯金しても意味ないんですよ。だからもっと自分の投資になるようなものを使わないと意味ないと思って下ろしてきました。あー、この考えは自分が使ってことだけど、何使うの。半分は社員の給料として使います。だからお前らさ、分かってないよそれ。結局給料が上がったところでモチベーション上がるわけじゃないでしょ。そんなお金に使って仕事してくれると意味ないんだから。だからこんなんは給料に使って意味ない、はい、全部企画に使おう。全部企画、それならいいな。だって俺の会社っていうのはさ、全部このチャンネルのマーケティングによって全て集客からリクルートが全部、このお金を全部企画に使って企画を忘れれば会社の利益が上がる。確かに、やろう。マジっすか、やりましょう。じゃあ、でも何します企画。何やる、どうして撮ってんだろ。すいません、あそこです。わかりづらい、ここか。そこです。いいっすよね、別に1ヶ月も友達生活すればなんとか生きていけますから。なんとかこのお金で皆さんの最大限の面白い企画を考えてください。お願いします。お願いします。コメント欄で募集します。